はいどうも、こんにちは。ザワと申します。ドラクリオと続きやっていきましょう。ということで、はい、ちょっと、今やばい状況になってますよね。まあ前回、連絡橋がね、まあ何者か、まあテロってね、言ってましたけど、に壊されたりだとか、あとはね、電波が止まっちゃったりだとかね、アクアエデンのね、中だけ。まあそんな状態でね、もう連絡も取れずと。で、もうかなりやばい状況なんですよね。吸血鬼にはもう血液パックもね、全然、足りてない状態なんで、本当にやばい状態という中でね、まあミユたちはちょっとこれ政府の仕業なんじゃないとかね、勘ぐり始めてはおりますが、はい、これはこれからどうなっていくのか続き見ていきましょう。太平洋海上。艦長、命令が下りました。おう。ジーザス。まさか本当に我々がこんなことをする羽目になろうとは。なんか本意じゃないなさそうだよね。うん、同感です。ですが命令は命令です。まあ上か。いや何をしてんだろうね。分かっている。発射管開け。はい艦長。ミサイル発射管開きます。うわーマジマジちょっとさ、一回、ちょっとさ、ミサイルなんじゃねって思ってたけど、マジ？いや、軍事的な何かかなって、連絡橋壊れた時にさ、これ、ミサイルかなんかなのかなと思ったらさ、まあ、連絡橋壊れた感じだったけど、マジ？測敵完了。誤差修正完了。各部発射準備よし！もう発射、する気満々だけど、艦長さんもちょっと不服だよな、なんか。全艦発射。その後緊急潜航。この場を離れる。はい艦長。全艦発射します。マジか。ちょっと待って、これやばいんじゃね。もうぐちゃぐちゃになるよね。さよ様。あ、萌香さん、申し訳ありません。電話が使えないものですから遅くなりました。いや構わん。それよりも何か分かったのか。やはり政府内部の一部に不審な動きがあるようです。内部の一部。その一部というのは。国家公安やカジノ特区に関わった政治家の特別な混成委員会。一般どころか政治に携わる者でも大多数が知らないような集まりよ。そんななんか秘密なやつがあるの。それだけ政府が動いているということは、このテロはやはり政府が意図して起こしたものなのか？というか、どうしてそんな政府の動きを察知できるんですか？そこはいい女の秘密。おいそれと教えるわけにはいかないのよ。いや、怖いわ。怖すぎるんだよな。おっと、そんなこと言ってる場合じゃなかった。うん。それで、連中の目的は？おそらく海上都市の力を無力化すること。それがどれほどのレベルを指すのかは分かりませんが。いやだってもうねえ、まあ今この人たち知らないけど、知らないのかもしれないけど、ミサイルとか言ってるだもんね今ね。そのミサイルのまあ規模とかさ、その大きさにもよるけど、もう相当でかいミサイルとかね、まあ発射されたら全開ですからね。もうぐっちゃぐちゃだよね本当に。その手段は、そちらも残念ながら情報を引き出す前に電波障害になりまして。ただなんじゃ。かなり本気のようです。自分たちだけではなく外部の組織にも連絡を取っていたようですから。外部の組織な。その組織とは。わかりません。ですが電波障害を起こす前に最終段階に移行という命令が下りました。うわ、多分海上自衛隊なのかな、何なんでしょうかね。そしてその後連中は外部とも連絡を取り始めました。それを探ろうとした直後にこの電波障害です。なるほど。そうか。ユート、どうかしたの。いや、少し気になることが。ならば口にするがよい。今は様々な視点から手持ちの情報を考えることが重要じゃ。ならすみません、ちょっといいですか。
何？ムツラ君。その特別な委員会は最終段階に移行させてから外部に連絡を取ったわけですよね。ええ、そのはずよ。となるとそれは秘密裏の組織では処理しきれないようなことをしようとしているという可能性が大きくないでしょうか。うむ、なるほど。最終段階とはかなり規模の大きい作戦かもしれんというわけじゃな。最悪の事態を考えるならその可能性も含めるべきかと。どうしますか、市長。覚悟を決めるしかないか。いやー、もう全面戦争的な感じだよね。いやー、もうそういう覚悟だよな。サヨ様、では。うむ、わしらはすでに後手に回っておる。判断を遅らせれば遅らせるほど致命的になるじゃろ。そうですね、同感です。みんなよく聞け。今後の動きを決定する。響き渡る声に部屋の中にいた全員の視線が荒上市長に集まる。わしらは現時刻をもって海上都市を放棄脱出する。マジ？そっか、まあそれしかないか。え？脱出って。なるほど、出るのか。だから対抗する、なんかそういう組織、なんか相手からのね、テロをこう扮した、まあ政府からの何かしらのね、まあ、手下なのか分かんないですけど、まあそれに戦いに行くんじゃなくて逃げるか。まあそれが一番だよな。ただどこへ逃げるってなるよな。この都市からって逃げるってこと？市長の言葉にざわめきがこぼれる。それも当然だろう。あの、サヨ様、質問があるのですが。なんじゃ。避難経路は一体どうされるおつもりなんですか？橋は落ちているはずですが。まあな、橋がダメなら海から逃げればよかろう。相当決死の覚悟じゃないときつくない？だってもう落ちたら死ぬんでしょ。だって吸血鬼だから、海水はね弱いからね。ですが、我々吸血鬼に海を泳ぐことは。海を泳ぐなどわしとてごめん被るわ。さすがに死んでしまう。そんな心配をしなくてもちゃんと船を用意しているよ。船か。船ですが、このアクアエデンには港もありませんよね。こんなこともあろうかと開発地区の一部を船のドックに改造してずっと隠しておったのじゃよ。なんじゃそれ。なんじゃそれ。ウィーンってさ、こう、あの海がウィーンって開いて、下からウィーンって出てくるタイプ。すごいね、それ。いや、多分それじゃないのかもしれないけど。え、なんか、え、そんなの隠し持ってたの？すごいね、なんか。ついに連絡が来たか。ああ。またさっきの？あ、船長か。野郎ども、仕事だぞ！出航の準備を整えろ！なんかさ、野郎どもーってさ、もうなんか海賊みたいだね、もう。あいあいさー！お。士気が上がってますね。いつの間にそんなことを。当然、海上都市を設立しておる最中に、ちょっとな。完成してからでは怪しまれるじゃろ。設立するときにか。それにあの辺りは政府の横やりのせいで開発が思うように進まぬからの。今までバレることもなかった。我々も政府を鵜呑みにしていたわけではないということさ。すぐにでも動かせるな。はい、常々よりメンテナンスは欠かしておりません。うむ、ご苦労。では船員を集合させ、すぐに避難の準備に入るようにせよ。いやー、そっか。ただ脱出してどうするってなるよね。わかりました。お言葉ですが、この都市の住人を逃がすとなるとかなりの数が必要になると思いますがね。準備したのは大きめのコンテナ船を数隻じゃ。え、広大な甲板を使えばかなりの人数が乗り込めるじゃろ。まあ快適な遊覧とは言い難いがの。てかどこに隠してたんだそれを。すげえな、よく見つかんなかったよね。それなら観光客を含めてもなんとかなりそうですね。気になるのは
本土側が受け入れてくれるかどうかですが。政府が受け入れぬはずがない。そうだな。それはどういうことでしょうか。今回の騒動をテロとしたのは政府の方じゃ。うん。テロから避難するわしらを拒否するなど避難の的じゃよ。そうだね。確かに。まあこちらはね、もう正当に避難するわけですからね、吸血鬼だろうとね、まあなんだろうと、まあそこの観光客だろうとね、ちょっと一緒に避難しろっていうことで、うん、ねえ、もうちょっとコンテナみんな乗り込めってやってこれ避難するわけでしょ。まあだから確かに、そんなことをすれば現政府は転覆をする、受け入れざるを得ないさ。ただあれだよな、その船の中にもテロリストが混じってるかもしれないみたいなさ、だからそんなことになったらまたややこしくなるけどね。なるほど。じゃが船で逃げることはまだ秘密にしておきたい。それはなぜですか。混乱を避けるためじゃよ。我先にと順番を争うようなことになっても困る。うん。それに吸血鬼のこともある。あーなー、もうノアの箱舟みたいなもんだもんな。もううわーってこうね、もうすごいことになりそうだもんね。少なくともこちらの準備が整うまでは海上都市から脱出することは隠しておいてほしい。ひとまず避難場所の移動ということで頼む。わかりました。では人を走らせます。お、まったく面倒じゃの。無線さえ使えればすぐに済むというのに。これでは時間がかかって仕方ない。この通信の妨害の方はどうします。おそらくは巨大な電子妨害装置が存在していると思うんですが。お、電波障害さえ解消すればもう一度調べることも十分可能かと思います。そうしたいのは山々じゃが、どうやって見つける。いくらなんでも範囲が広すぎる。何かいい案があるか。いえ、それは残念ながら、うん、あてもなく探すことに人員を割くのなら避難の誘導に割り当ててもらいたい。わかりました。ですがお二人の警護に関しては警戒態勢を維持させていただきたい。まあ仕方なかろう。よろしくお願いするよ。まあな。では全員避難の誘導に取り掛かれ。俺たちも行こう。あ、ムツラ君、よかった。いや、よかった。日和さんのも。ここにいたんだね。お、ニコラも。エリナはどうした。エリナちゃん、もう少し頑張って。眠いのかな。俺たちが避難の誘導に取り掛かろうとしたとき、向こうの方から4人が近づいてきた。ムツラ君、今話せますか。少しなら大丈夫だ。みんな、どうしたんだ。避難は。もちろん指示に従って動いていたさ。だがエリナちゃんがちょっと変なんです。え、変？それは一体どういう意味？怪我をしたの？それとも病気？そうじゃなくて、なんだかザーザーって聞こえるの。ザー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 、どういう意味？そうですね、エリナの能力、まあエリナルートでね、行った人はわかると思うんですけれどもね、まあ、言わないでおくか。なんて言えばいいのかな。ね、実際にはそんな音してないのに、変な音が私にだけ聞こえるっていうのかな。うん。まあとりあえず電気に関わる能力なんだよね。そうエリナの能力っていうのは、だからそういう電波とか、まあそういうものに対してこう敏感なんですけどね、エリナは。もしかして幻聴が聞こえるのか。幻聴というより耳鳴りかな。うまく言えないんだけど、頭の中にノイズが走ってるみたいで気持ち悪いの。大丈夫？避難先ではドクターを見つけることができなくてね。勝手なのは分かってますが、エリナちゃんがずっと顔色が悪くて。なんとかドクターを探してもらえないかと思ってここまで来たんだ。ああ、ごめんね、迷惑をかけちゃって。
そんなこと全然気にしなくていいんだよ。本当は電話で連絡をしたかったんですが、なぜか使えなくなってて。まあね、そうか。しかし俺たちも電話を使えないし、扇先生と連絡を取ることもできない。他に吸血鬼を見れる医者っているのかな。俺あの人しか知らないけど、どこにいるんだろう。うん、まあロシアの方にいますね。はい。エリナの体調が悪くなったのはいつからなの？起きた時から？夕方はなんともなかったよ。いつもと全然変わらなくて。でも避難してしばらくしてたら急にザザーって。あ、そう、ロシアの頃はテレビが映らなくなったりした時ノイズ画面になったんだけど、あんな感じでザーザーって。ノイズ画面、いやなんか嫌な音だね。ずっとそのそれを弾いてる状態なのか。もしかしてスノーノイズのことか。スノーノイズ？アナログのテレビにはよくあった現象だ。テレビの電波を受信できない状態だったり混信したりすると発生して。まさか混信？ムツラ君？エリナ、そのノイズはもしかして15分ぐらい前から聞こえてるんじゃないのか？よくわからないけど、そうかも。多分それぐらいだったよ。履歴を見ると僕が携帯を使おうとしたのが10分ぐらい前だから。だったらエリナが吸血した時の能力はもしかして電気や電波に関係する力じゃないか。うん、電気を操れるけど、どうしてユートが知ってるの？みんなにも見せたことないはずなのに。うん、やっぱりそうか。あの、どうしてムツラ先輩だけエリナちゃんの能力を知ってるんですか？エリナが今苦しんでいる、ノイズが聞こえるというところから予想したんだ。どういうことですか？もしかして電気系統の能力を使えるエリナは他の人よりも電波の影響を受けやすい。うん、つまりこれって電波障害の影響ってこと？おそらくだが、能力を使っていない状態だとしても体がそれに適した形になっているとしたら可能性はありだろう。確証はないが、エリナのノイズは妨害電波の影響を受けてのことのはずだ。時間的にも合致する。エリナ、悪いがそのノイズはおそらく医者でも解消することはできないと思う。そうなの？すまない、今はその例のテロの影響で都市全体を妨害電波が覆って電波障害が起きているんだ。おそらくそのノイズは電波障害の影響だと思う。だったらその妨害電波を何とかすればエリナ君の体調は元に戻るんじゃないかい？それはそうだと思うけど。電波を発している装置がどこに設置されているのかわからないの。そうなんだよね。そっか、テロですもんね。分かっていたらもう何とかしてますよね。そうね、私たちとしてもこの電波障害を何とかしたいと思っているのだけれど、探し出す方法がない。すまない、力不足で。ううん、ユートが早まることじゃないよ。それに探す方法ならある。ん？え、それってまさか君は？うん、エリナが探すよその装置。いやー、なかなかきついけどね。そっか、まあそのノイズをのより強く走ってるところにね、まあ行けばいいわけだけど、いやーそれはなかなか体への負担がえぐいだろうな。ここに来る途中でね、ノイズがひどくなったりしたから、多分近づけばわかると思う。ちょっと待ちなさい。今だってそんなに辛そうなのに、近づいたらもっとひどくなるんでしょ？そうだけど、でもずっとこのノイズにさらされてるのは嫌だもん。それにね、私
この都市好きだから。ユウトもミュウもアズサもリオもニコラのことも大好き。やめて、本当にそれ死亡フラグだからやめて。エリナ、本当にもし私で力になれるなら力になる、なりたいよ。だからもし本当に困ってるなら手伝わせてほしいな。そう言ってエリナは無理やり笑顔を浮かべてみせた。お願い、ユウト。ユウト、どうするの？確かにこの電波障害をなくすのは重要なことだけれど、でも本当に辛そうです。ありがとう。でも本当に大丈夫だから。自分にできる、私にしかできないことがあるならそれをしておきたい。まあでもなんか藁にもすがる思いじゃないけどね。まあ本当にその能力をね使えるんだったら利用したいところではあるんだけどな。まあでも負担がな。じゃないと後悔しちゃうから。ユウトだって後悔したくないからこそ今までに何度も入院したんでしょ。それは本当にいいのか。しつこいよユウト。あんまりしつこいと女の子に嫌われちゃっても知らないよ。わかった、チーフに話してみる。少し待っていてくれ。ありがとうユウト。本当に大丈夫なのかいエリナ君。決意を無下にはできないけどな。平気だよ。ニコラはリオやヒヨリと一緒に避難して。無理はしないでね。いやーマジか。チーフ、大事な話があります。なんだ、分かっていると思うが手短に頼む。妨害電波の装置を見つける方法があります。何？どんな方法だ？実は、そうして俺はエリナのことを説明する。その体調はもちろんだが、エリナが語った気持ちについてしっかりと。なるほどな。絶対の確証はまだないが、可能性は低くはないな。やらせてもらえませんか？そうだな。人数は必要ありません。俺が何とかします。俺は吸血鬼ですから。それに、今までだって何とかしてきたでしょ。いや、それは危険だ。さっきチーフが言った通りです。絶対の確証はなく、そもそもの前提を間違えている可能性もあります。エリナの体調不良は、電波とは無関係かもしれない。なら、リスクは分散すべきです。チーフ！わかった。すまないが、そっちはお前たちに任せる。血を吸うのを忘れるなよ。ありがとうございます。それから車を使え。今ぐらいの混乱なら車もまだ有効に使えるだろう。免許は持っていたな。はい、ソラちゃん。やらいも吸血を忘れるなよ。了解。え？振り返るとそこにはミウが立っている。私も一緒に行くわよ。問題ある？いや問題はないけども。いや、そうだな。一緒に来てくれ。ミウが一緒にいてくれるなら心強い。ならよし。それじゃあ俺は車を回してくる。いやー、やれやれ、テロね。やけに手回しのいいことを。元木さん、もう元木さんもうなんか悪役のイメージみたいな感じになってるけど、イメージがちょっとついちゃってるけど。今回はどうなんですかね。はい、サヨ様たちは避難で手一杯か。さすがにな、吸血鬼側だからな。仕方ない、久々にちょっと運動をするとしようか。おっと、ここは吸血鬼と人間が共生するなんて面白い場所。それに面白い存在もいることだし、何よりも連中を好き勝手にさせて思い通りにことを運ばせるのは面白くない。
非常に面白くない。すごいよねこのラスボス感。モトキさんは、うん、もうちょいだけ見ようかな。どうしようかな。切りどころはいいよね。ここで一旦切りますか。じゃあ、はい、じゃあちょっとここで一旦切るかな。うん、切ります。はい、ということで今回はここまでなんですけれども、いやーエリナちょっとね負担が大きい仕事をねちょっと任された感じになりましたけどね。まあただ自らね買って出て、それでねまあこんな貴重なね能力持ってたっていうことがここでね発揮されるとはっていう、うん、でここでね判明するとはっていうねところでもあったんですけれども、はい、まあまあまあ、まあ、エリナルートだとねもう序盤でわかるんですけれども、まあまあまあ電気系の能力を持っているというところでね、まあここでそれが生きたっていう感じでしたね。ただまあこの後ね本当にその装置が発見できるのかとか、あとはそうだな、ミサイルの件がねもうこの後どうなるかですよね。もう前段発射みたいなこと言ってましたけど、艦長さん船長さん、うん、いやーちょっとなかなか物騒な話になってきたよね。いやーだからそこら辺のね部分がどうなっていくのかというところも含めて、次回ぜひぜひお楽しみにしていただければなと思います。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ。